おはようございます。おはようございます。アコーディアゴルフのアクアラインゴルフクラブにやってきております。前回ねマッチプレー対決やったんだけど、うん、すごい雨で途中でできなくなっちゃったんで、まあ、今回リベンジマッチプレー、前回とポイントをちょっと変えようと思ってます。ボギーは1点、パーが2点、バーディー3点。早速リンゴルフのアレンジマッチプレー対決、たえちゃん対ほのちゃんやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。落としたもんね今。完璧じゃない？あれ、風がすごいね。かなり結構戻っちゃった。ハモちゃんと同じあたりにあると思う。うん。結構吹いてた。結構吹いてたね。アプローチ対決です。なんかグリーンすごそう。ね。2段になってます。タエちゃんの方が飛んでたような感じだったけど、風にやられたね。あ、それでも落っこっちゃうね。ちゃんとしたやり方。難しいね。うん、ナイス。ナイス。ありがとうございます。今二人ともボギーになっちゃったってこと？ボギーしちゃった。なんかグダグダじゃないけど、なんか頑張んない。切れるとか切れないんで、そんな感じだよね。でも切れるとかすごい綺麗な。切れるときはちゃんと切れるし、なんだろう、見えてないんだよね。カット気味結構でこぼこしてるから、うん。いくつ405。おお、長いね。ドライバー振らなきゃだな。ドライバー振んなきゃだな。ね、お、振っていく。振りたいんですけどね。振ったら今日勝
体がついてこないからチーピン出ちゃう。週何でトレーニングするの？トレーニングは週3ぐらいです。あ、週3ぐらいやるんだ。じゃする、うん、2日に1回ぐらいで行ってるから。そうだ、ラウンド続くといけないんですけど。さなちゃんは週1行けたらいいかなって感じあ、でもなんか家で、うん、うんうん、家でもできる。ストレッチはやっぱする、うん、あ、うん、大事だと思う、ストレッチ。そうだよね。なんか今なんかジムマスクしないといけないから、うんうん、あんまきつい、うん、そうできないよね、うん、いつも。何するの、トレーニングって？スクワット、うん、スクワットが一番いいかもしれない、うん、あ、そうなんだ、うん、あと結構走ってる、うん、ね、あんま走んないの。あ、ほんと、なんか走る系とか例えば結構走ったりラダーとか、あー瞬発系の、うんうんうん、やってました。なんか一人だったらできないよね、そういうの。あ、できないできない、うん、誰かいてくれないと。コーチがいるの？コーチがいたらきつい。そしたらそう、頑張れるよね、うん、頑張れるってか、なんかやるしかないなみたいな。そういうことか。だから、ね、来たからにはやるしかないみたいな。そうだね、そうだね、確かに。いや、毎日ランニングしてるって偉いか。いや、毎日じゃないよ。あ、2日に1回2日に1回でも偉いですよ、ね、偉い、すごい。毎日はね、しかも5キロは無理だな、3キロではギブ。本当、うん、あ、でも15分じゃん、多分5キロだとやっぱ30分、うん、そうだね、そうね。え、でも5キロも死にそうな寝ながら走ってるよ。3キロぐらいからきついなってなる、うん、で5キロはもうとりあえず足動かしてるでもジムとかだったらさ、なんか動画見ながら走れるじゃん。あー、確かに。テレビとか。いや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 、結構きつい。それでもきつい？なんか、あの秒数見ちゃう。え、まだ12分みたいな。そこをいつも携帯で隠してるの、置いて。あ、そうなんだ。私も見ちゃうから。見るときついよね。きつい。一気にきつくなる。え、まだ12分みたいな。そうなの。もうめっちゃ汗かいてんだけど、みたいな。わかる。めっちゃわかる。隠せばいいのか。なんか隠せないと思うんだよね、うち。なんかここに見ちゃう、見えるとこにある、見えるとこにある。そっか、そう、あってここにスマホ置く台があるから、うん、そこに置いたら見えない。ね、じんちゃんも結構やってたんじゃないですか、うん、昔はね、うん、3日に1回かな、筋トレとか。うん、うん、あの現役時代は、うん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 、何の現役ですか？バレーボールをやってて、そう、一応全国とか出てたんですよ。ガチガチ、すごいガチ。そう、ガチ。そうそう、行きますか。行きますか。行きます。あ、引きずってるじゃん、言ってる時点で。ほのちゃん、引きずらないようにしなきゃって。切り替え、切り替え。おお、引きずってる。やばい、引きずってる。落としないから大丈夫じゃないでしょうか。ハート道より右行ったら終わりだね。そうだね。うん、ナイスー。この店選手ありましたね。ありました。なんか当たって出てきたんでしょう。うん、そうかもね。そこだけったらやばかった。確かに210らしい。うまっ。あ、惜しい。風？たえちゃん飛んでるね。触れなかったけど。あ、そう？173です。173、はい、4番ユーティー。はい、風が、あー、風がすごい。
端行く右端に行ってしまいましたね。なんか旗がさっきまでこう左に向いてたんですけど。すごいね風が。うん、風も。でもさあの今芝撒いたじゃん。芝撒いてこっちだったじゃん。うん、だからまあ、真っすぐ行けばいいかなと思ったんですけど。やっぱ持ってかれたね。そうこっちの方が強かった。うん、結構緩いんだね、ここも。あの後のアプローチパンチ入りそう。帳尻合ってないね。合ってないですよね。何か違う。なんかちょっと弱めに打っちゃったんですけど、さっきから強いから。こんなに弱かった。うん。うん、お。それじゃこれパーパット。この距離入ってないから。強気だね。強気でこれ入れたらイーブンですよ。ですよね。大事な大事な日陰で穴が見えた。おーナイスパー。ありがとうございます。ナイスイン。やっと入った。イランの優しく打ちました、ね、ソフトタッチで。ソフトタッチだよね。強気とか言って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。勝負はとりあえずイーブンですね。そうだもんね。じゃあご飯食べていきましょう。いただきます。飯テロの時間です。飯テロ確かに。チャーシュー。私ちょっとチーズインハンバーグです。開けてみよう。うん、トマトもめっちゃ美味しそうなんですね。そう、トマト美味しそうですよね。マリネってあったかな。メシテロです。じゃーん。うわ、グツグツしてる。美味しそう。美味しそう。で、ハンバーグを開けますと、ちっちゃちっちゃちっちゃ、じゃん。チーズ。すごい美味しそう。いただきます。美味しそう。美味しい。美味しいです。たまるね。でも熱い。純ちゃんもやります。私は大丈夫。大丈夫、うん、純ちゃん見たい人いっぱいいますよ、うん、今日はね、たいちゃんとほのちゃんの回だから。声だけ出演。そう、控えてる。午後も頑張りましょう。